さあ、いよいよ競技が始まります。中国チーム跳馬最初の演技者は毛遠玲です。あっと、かなり大きく前に出てしまいました。これはロンダードから後方に、まあ、後転跳びというのを経過して後方伸身宙返り1回半ひねりましたね。1回半、はい、いきなり10点満点の演技を持ってきました。跳馬にはその跳ぶ形によってあらかじめ勝ち点、その跳び方がどれだけの価値があるかというものが決まっています。これはちゃんと跳べば10点ということですね、はい、ここで1回半、しかし右足が大きく前に出てしまいました。やはりこういう上位の国になりますと1番手から10点満点の演技から採点するような飛び方を持ってくるところはさすがですね。 9.587、 9.587、 かなり高い得点が最初から出ました。さあ、もう遠玲2本目の跳馬です。同じ飛び方、今度は右足が20センチぐらい前に出ましたか、ちょっとあの着地の体勢が低かったですね。私あの中国のこのスピードがすごいんですよね。ちょっと突き手の方が入りきらないで回ってしまいましたね。空間の姿勢はいかがでしたでしょうか。まあ、2回目はやはりちょっと高さが足りなかったために少し姿勢欠点が見えたと思います。